その西口のピッチングから初回です。ヒット2本そしてフォアボールでワンアウト満塁から、 T 岡田腕を振ればなんとかなると思ったというね。確かに腕を振ってますね、はい、しのぎました。連続三振です。3回の裏ピッチャー久貫、先頭の片岡のヒット、まあ、こういったピンチもあったんですが、これダブルプレーということで、まあ、本当にこの久貫も頑張っていましたね。そうでしたね、はい、ナイスピッチングしてましたね。その後中島は三振。5回の表ツーアウトランナー三塁、ここは粘りに粘ってカブレラ、しかし最後は10球目スライダーを空振りの三振でした。ここは一つ勝負のポイントだったかなという気もしますね。そんな感じですね、はい、得点を許しませんでした。そしてこの場面草抜きのエラーが出ます。5回でした。でノーアウトランナー1塁3塁という絶好のチャンス、さあ畳みかけようというところでしたが、片岡バットが折れてサードゴロ、三塁ランナー挟まれてタッチアウトでワンアウト1塁2塁となります。でその後の栗山がこれ高いバウンド、セカンドの後藤のいい判断でダブルでチャンスを逸しました。6回です。ワンアウトランナー1塁、バルデリスでしたがショートへの併殺打、3人で仕留めた西口。6回の裏まずはベルナンデスのヒット、そして大島がつなぎます。そして佐藤智明がインコースに入ってくるボール、難しいボールでしたけども、痛烈でした。先制点、なおもランナーを置いてバッター坂田、これは尾崎さん、相手にもストレートを投げさせることができなかった ね、うん、怖かったと思いますね、ストレート投げるのはね。そのフォークボールを見事に打って2点目、そして木佐抜からしますとこのデッドボールは痛かった。そうですね、これ痛かったですね、3点目になる押し出しのデッドボール、ライオンズが3点を取りました。6回の裏、7回です。代打日高を送られたところでピッチャー交代、越野、これは大島のナイスプレー。まあこの回の、ね、大島選手の守備というのは本当に光りましたよね。そしてランナーを出したんですが、この後もファインプレーです。これがダブルプレーです。これはもう本当に大島がね、そうですね、いいプレーでした。もう完璧なプレーでしたよね、はい、で8回です。3番手の藤田、完璧なピッチング、田口をフォークボール三振、そして2アウトとなってカブレラ。そしてシコースキーが9回、ランナーは出しましたが最後のバッター山崎をサードフライに打ち取って試合終了、3対0でライオンズが勝ったというゲームでした。これで首位浮上、ソフトバンクホークスが今日敗れました。また混戦になったということです。